はい、どうも、ケイカです。今回はですね、マムタロトの鑑定武器である黄金シリーズの、弓のね、汎用防具をちょっと紹介しようかなと思います。汎用装備とは言ったんですけど、一応ね、黄金の弓の飛雷と風評、雷装備と、氷装備の2種類をお見せしようと思います。って言ってもね、装備構成は一緒で装飾品をちょびっと変えているだけになります。上から黄金の弓の〇〇と、カイザーガンマ、ドラケンアルファ、ドラケンアルファ、エンプレスガンマ、オーグガンマで、今回は一応5隻、体術の5隻をね、つけてますけど、競争薬とかがね、全然もったいぶらずに使えるよって人は、体術の5隻を他の攻撃だったり、なんだろうな、回避性能とかに振っても全然いいかなと思います。で、スキルは見切り7、攻撃4、体力増強3、弱毒3、体術3、雷属性攻撃強化2、回避性能2、3段強化1、超回心1、弓大段階1、回心力属性となってるんですけども、黄金の弓シリーズの特徴として、もともとのね、回心率が10%とか15%とかちょっと高め、かつ、武器のスキルで回心力属性が入ってますので、これはもう属性攻撃が回心が発生した時に火力が上がりますよっていうやつなんで、回心攻撃が発生するのが、前提条件、必須条件となりますので、見切りで、基本的な、なんだろうな、回心率を50%近くまで、この武器の場合は50%まで上がってます。50%近くまで上げて、あとはね、弱点特攻を、通撃手3つ必要になるんですけども、この装備構成だと、弱点特攻をレベル3つけることで、弱点攻撃した際には回心率100%を叩き出せると。弓はそもそも弱点部位を狙わないと火力が本当に出ないんで、弱点特攻を有効活用できることがそもそも弓を使う上での必須条件となりますので、通撃は必須かなと。次に攻撃4はですね、攻撃4にすることによって回心率がね、プラス5%上がるっていうのと、あと単純にね、基礎攻撃力を上げることによる火力の底上げですね。ただこれ、オーグガンマじゃなくても、足にその、なんだろうな、三段銃とか通常弾強化を持ってない人は、足に三段強化か通常弾強化の防具があるんでね、それをつけてもらっても全然いいかなと思います。これはあくまでね、火力を底上げしてるだけであって、オーググリブガンマは必須ではないですね。これ別にタイムアタック用の装備ではないんで、どっちかっていうと、ある程度組みやすくて、ある程度こう戦ってて、やや快適な装備、かつちょっと火力も出るみたいな、本当汎用性のあるバランスのいい装備を今回は紹介してるんでね。で、今回3段豪射強化つけてるんですけど、正直これはその、なんだろうな、火力の底上げになるんで、どっちかというと必須ではないですけど、3段強化と通常段強化、なんだっけね、強弾種は正直つけた方がめちゃくちゃ火力が上がりますね。なんでここ体力3にしててもどうせガンナーって大体一撃でね、死んじゃうんで、体力増強1個抜いて、ここにね、増弾章をつけるのがベストではありますね。私はちょっと2個とも間違えて分解しちゃったんで、ちょっと今ないんですけど。で、あと供給銃、これも火力の底上げになりますね。で、基本的に戦う、その人の戦い方にもよるんですよ。例えば、もうずっと近くで戦ってるっていう人だったら、散弾銃だけでいいですし、ちょっと近くは怖いから、あんまり豪射使わないよっていうような人だったら、供給銃と、強弾銃をつけた上で、さらに散弾銃を抜いて、なんだっけな、心眼銃、弾道強化、これをつけることによって、ある程度こう火力を、安定した火力を出しやすくなりますけど、正直豪射がね、弓はやっぱ強いんで、豪射メインで戦うんだったら弾道強化はいらないですね。別にね、弓溜め段階と強弾中による火力の底上げしてたとしても、別にね、ある程度一定の距離保てるよっていう人だったら全然弾道強化いらないんで、普通にこう、なんだろうな、ここら辺の体力とか回避性能とかでちょっと生存を持ってもらって全然いいかなと思います。ガンナーは本当に火力じゃない、防御力が低いんで、もう生存を盛るのが一番ね、こう安定した狩りにつながるんでね、体力増強と回避性能と、あとはなんだろう、整備スキルとか、そこら辺をね、ガンガン持っちゃっていいと思います。これは一応バランスが良くってことで、火力と生存をちょこちょこ積んでますけどね。で、雷属性強化はこれレベル2までしかつけてないんですけど、単純に
武器ごとに属性値の、まあ、最大値っていうのが上限値っていうのが決まってまして、この黄金の弓飛雷の場合はレベル3にしてももう雷属性この300から上がんないんで、まあ、レベル2で十分です。レベル3にしてもこれ300のまんまなんでね、変わんないです。なので雷属性強化はレベル2のまんまです。とで回避性能はこのエンプレスコイルガンマでついてるんですけど、まあ、弓は結構チャージステップ使われると思うんですけど、まあシンプルに方向も避けやすいし、こう敵が接近してきた時にもとっさにチャージステップでヒュンって避けられますんで、回避性能はねその生存スキルの中でもかなり優秀なものなんで、まあ、正直体力増強を全部抜いて回避性能にと火力にガンフリしても全然いいかなと思ってます。まあ、個人的に回避性能かなり強い部類のスキルだと思うんでね。で超回心はドラケンでおまけでついてるだけですね。まあ、ただ回心率 100% の装備構成になってるんで超回心も全然生きてきます。ただまあ物理火力よりも属性火力を重視してるっていうテーマなんでね、今回はレベル1のままで特にレベル2レベル3にはしてないです。ちなみに超回心を、まあ、回心率 90% とか 100% あるよっていう時は超回心はレベル1かレベル3にした方がいいです。レベル2はあんまり強くないんで、どうせするんだったら3、2にするぐらいだったら1つ抜いて1っていう風にして他のスキルにね振った方がお得ですっていう感じですかね。まあ、スキルの紹介はそんな感じになります。でもう一個ちょっと弓バージョンもちょっとお見せします。はい、弓バージョンがこちらになるんですけども、まあ、装備は一緒で装飾品をちょっと変えてるだけです。でこっちは回心率はちょっと 40% しかないですね。まあ元々の武器の、スキルが低いっていうのと単純にね見切りがあと1個つけられてないっていうので、まあ常時常時 40% の弱点特攻が上乗せされて 90% になりますね。でまあこっちも、まあ、見切り力攻撃4氷属性3、これ氷属性3にしてますけど正直2と3であんまり上昇率変わんないんで、正直2にして氷結集1個抜いて体力増強とかに振っても全然問題はないです。なんでまあ2か3でどっちだったら2で全然十分ですよって感じですね。まあその、なんだろうな、黄金の弓風評に自体にですね、スロットがついてないんで体力増強は2に減っちゃってます。でそれ以外はほぼ一緒ですね。まあ、正直供給と三段はそのさっき言った通り戦うスタイルに合わせてまあ供給と強弾と心眼に変えたりしてもらって全然構わないかなと。でまあこっちもまあオーググリブガンは別に必須じゃないんで、なんだろうな、なんだっけ、まあ強弾種持ってない方はその強弾のスキル持ってる足防具とかに変えてもらったりしてもらえばいいかなと。足防具に強弾と三段強化のスキルがねそれぞれあるんでね、まあ、それに変えてもらって全然問題ないですね。まあオーグガンマによる攻撃プラス4はね正直ちょっとおまけレベルなんでね。まあただドラケンの腕でせっかく攻撃レベル1ついてるんでそれをちょっと伸ばしたいなってことで、まあ、今回はオーググリブでレベル4まで伸ばしてます。そんな感じですかね。まあ、さっきも言ったんですけどね、競争薬をもったいぶらずに使えるんだったら5石のタイルスさんは抜いて、まあ、5石で見切りとか攻撃とかの火力盛るか、まあ、個人的には回避性能盛るのがねめちゃくちゃ安定した狩りにつながるんでねおすすめです。まあ、タイムアタック向けだったらちなみになんですけども、体術とか体力増強はほぼほぼ抜いてもう全部見切りと回心とあとはまあ強弾銃とまあ安定して火力出すための弾道強化心眼銃をつけたりするのがよくある装備構成なのかな。基本的にタイムアタックしてる人のスキル見てるとね、まあスタミナ系のスキルもらずにほとんど火力に振ってるんで、まあ、本当そこら辺はもうなんだっけ、競争薬で賄うって感じですね。まあ、正直体術あるとすごい楽ですけど、まあ、アイテムで補えるってことを考えるとぶっちゃけいらないスキルではありますね。あ、ただ競争薬は、効果的には体術の2と3の中間なんで、まあ、体術2と競争薬を飲むと体術レベル5に相当しますね。あとランナー効果としてもレベル、1と2の間だったかな、2と3の間だったかな、まあ、なんでランナー1つと、競争薬で、まあ、他のランナースキルが必要な装備作るときはね、ランナースキル1か2と競争薬でいい具合のバランスは取れるみたいです。